収支最大火力、普通の油大さじ1ぐらい、ごま油、収支強火でございます。ちょっとね、こうフライパンから煙が出てきましたら、卵、おい、ご飯、塩コショウ少々、ネギと生姜、お疲れさーん。あー、ライスチャーハン。ライスチャーハンインエルボー。皆さん、お久しぶりです。乾杯。いただきます。うん、うまっ、おーうまっ、じゃこが効いてますね、うーまっ。ごめん、本当は先にじゃこをちょっとごま油でカリッと炒めとくといいんですけど、もうめんどくさいんでそのまま入れましたけど、うん、うまい。生姜も効いておりますな。でね、この味の奥行きはね、やっぱり休まるなしでね、うん、こういうのにめちゃくちゃ合う、うん、うまい。やっとですよ、やっと首がまあ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 になりました。うん、で結局病院に行って注射打ったって言ったじゃないですか。注射打っても、結果ですよ、結果全然治らなかった、うん、注射打ってから 2,3 週間全然もう痛いまま、うん、で結果、あの昔から言ってる行きつけのゴッドハンドがいる整骨院に行ったんですよ。次の日治りましたよ、ほぼマジでゴッドハンドだな、あの人、うん、なかなかね、予約も取れないんで、うん、あれなんですけど、最初からそこ行っとけばね、一発で治ったんですよ、うん、うまい。
すごくうまい。いや、久々に動画撮るよ、本当に。お久しぶりです。ところであれですね、これ作り方は動画の後か先か分かんないですけど、すごいハプニングがありましたね。あれでまあまあこの辺をやけどしたっていうね。じゃこチャーハン結構作るんですよ。あのね、味の素と塩コショウと醤油で今までやってたんですけど、この安丸だし&薄口醤油でやることでね、その白いんですよ、うん。まあ、安丸だしのせいで白いわけじゃないけど、薄口醤油は色をつけたくないときね、いいんですよね、うん。白っぽい唐揚げ作りたいときとか、うん、あとお吸い物とかね、うん、そういうとき使ってますね。先生ちょっと試食してみませんか。うまいわ。あ、これ梅干しも合うね、多分こうなってくると。先生はご飯あんま食べないので、あ、ここにいる。梅干し入れてもいいな。うん、うまっ。うん、おいしい。おいしい。うん、おいしい。ナイス、おいしい。なる。梅じゃあ1個もらおうかな。ひねりつぶされた梅干しが来ましたけどね。梅干し合うぜこれ、絶対的な感じで。おお、梅干し最高だよ先生。めちゃくちゃ合うぜ。うん、まっ。しまった、これ最初からやっとるのやった。しかも梅干し置いた方がサムネ映えしてた。うん、まっ。これアップするの11月30日だと思いますけど、ちょっとね、来月はね、さらにこうなかなかいろいろあってね、うん、なかなか皆さんにお目にかかることは少ないかもしれませんけども、忘れた頃にやってきます私は。うまっ。じゃこいいね。じゃこいいでしょ。じゃこいいんですよ。うん、あっという間に完食ですね。まあ、もう何ですか、秋も終わり冬に差し掛かろうというこのね、涼しい感じになってきましたから、季節の変わり目に風邪をひきやすいあなた、お気をつけください、ね。寝るときはまあいいや。パンツ一丁で寝てください。いやでもね、結構ものすごいこうモコモコなやつとか着て寝たりすると、意外とこう布団を自分で取っちゃってるから、薄着で寝るのおすすめですよ。薄着かつその最低限のあったかさのもので寝ることがね、こう自分でこのピャンってね、ぴょんこ先生はもうすぐに布団をぶっ飛ばしますからね、自分でね。気づいたらもうお尻丸出しで寝てますから、ね、こうぬくぬくこうやって寝てるなと思って、次の瞬間見るともうケツをほっぽり出して寝てますからね、うん。じゃあちょっとなかなかこの年末年始動画でお会いすることが少ないかもしれませんが、忘れた頃にやってきますんで、忘れずにお待ちくださいといったところで、本日の焦点はお開きでございます。さようなら。
ほら、こうやってもう礼をできるようになったから、ほんとすごいよ。整骨院にゴッドハンドで次の日ほぼ治るって。まあ、すごい夢です、すごい夢です、すごい夢です。ものすごく大きい声を出せますよー。